どの針にかかっているか宣言しろということなんですけども、お、スモさんヒット、ちょっと重い、重いね。どこの針にかかっているか当てろ。はい、じゃん、あ、2点掛け。お、巻き上げに入ってますよ。あ、いや、そんな無茶ぶりないっすよ。お、どうしました、どうですか、これ。何匹かかっているか当てろ。どうぞ。1匹。制限時間内に5匹つく。1分切りました。おお、本当ね、自分を超えちゃいましたね。はい、皆さん、おはようございます。ですね、釣りを今、皆さんかなり楽しんでいただいていると思うんですけども、今日はですね、私から名手の皆さんにミッションをお願いしようかなと思います。ちょっとかなりあのシビアなミッションもあるかもしれないんですけども、そこはもう、今年また素晴らしいタックル出ましたので、このニュータックルを用いて、ちょっとミッションを達成していただいたらなと思います。ミッションって確かあんまりいい思い出なくて、まあ今日はあの時よりもクリスティアって性能がすごく上がってるじゃないですか。はい、だから多分大丈夫だと思います。そうですね、皆さんにこのクリスティアの素晴らしさを伝えられるように頑張ります。初めて撮影参加させていただくんですけども、はい、まあちょっと皆さんに負けないように頑張りますので、はい、はい、分かっているんですけど、いつもね、毎回緊張するんですよ。なるほど、一緒ですよ、はい、なんとか調子に合わせます、はい、はい、じゃあそれではですね、皆さんミッション頑張りましょう。イエイ、失敗しないぞ。千島さんから行きましょう。え、いや、手震えてきちゃった。どうぞ。何が来ましたか。ちょっと待ってよ、これどの針にかけるか。はい、千島さん、はい、今からですね、どの針にかかっているか宣言しろということなんですけども、はい、今使っているタックル押しかけるよ、はい、軽く、はいはい、こちら電動リールですね、うん、これ随分と小型化されたかっこいいスタイルのこれクリスティアワカサギエア、うん、エアっていうだけあってすごく軽い、はい、で軽いだけじゃなくて感度がやっぱいいんですよ。軽い分感度が上がっている。軽さは感度。そうなんです。あとね、この持ちやすさもすごくね向上したので、やはり持ちやすいイコールそれも感度に変わってきますので、まあ必ず超カップにつながっていくと思います。そして、はい、この竿ですね、うん、こちらが、クリスティア LTD AGS、うん、誘惑 330S です。おお、すごい。こちらね、私今までこう長い竿をメインで作ってきたんですけど、うん、今回これショートタイプ短くしました。島さんにしては短いかなと思うんですけど、そうなんです、うん、本当に今回は感度に追求した竿となってます、うん。で仕掛けが誘惑ロングケイムラ止めの1号、うん、1号でこれ7本針なので128センチの仕掛けになってますね、はい、なるほど。で重りがワカサギシンカールの6グラム、うん、でこの速攻針を1本つけてます。なるほど。でまあ魚探見るとね、結構魚浮いてるんですよ、はい、浮いてるってことはやっぱこの上にかけやすい、なので、もう目標は一番上ですか。はい、よろしいですね。はい、ここでいいですか。どうぞ釣りを開始してください。そんな感じなんですね、はい、あっさりどうぞなんですね。どうぞ。いやいや、いい当たり。この竿は本当手持ちでやるとすごくさらに感度が増しますから、はい、ちなみにですよ、はい、まあ、一番上って宣言はしましたけど、はい、例えば今の状況なら逆にこの辺に変更してみたいなっていうのはありますか。そしたら、はい、まあ、魚探の反応を見るとやっぱ今下に落ちてるんで、下ですね、うんうん、下行きたいですね。重り下ですか。はい、ちょっと変更させていただいて重り下の針にかける、はい、はい。お、島さんヒット、うん、ちょっと重いね。重いね。お、お、ダブル。あ、クリア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 、オッケー。
これオッケーですよ。ちょっと上に一個ついちゃったけど今やっぱね魚探もうまく使って釣りできるんで、うん、まあ魚探とねあとこういうカウンターとかもうまく使っていただいてやれば、うん、その魚の層にうまく狙い撃ちできるんで皆さんもねこういうチャレンジしていただけたらと思います、うん、はい。続きは、鈴木さん、はい、お願いしたいんですけど、はい、よろしいでしょうか。んーじゃん、はい、来ました、はい、お、どこの針にかかっているか当てろ、はい、では鈴木さん、はい、簡単なこのタックル説明、タックル説明、はい、リールはですね、うん、こちらクリステアワカサギ CRTR ブラックブルー、これ今回の 新色になります、穂先は滝調子 SS サクサスの27の、はい、今日はね SS を使っています。もうあのワカサギこれからやりますよっていう人に釣り革もいいですし手革もいいですし、はい、全てトータルでいいバランスになってますので、はい、じゃあ仕掛けは快適ワカサギ SS、うん、定番ナイロン、うん、マルチですね、うん、こちらの、1号を使ってみたいと思います。ちなみにシンカーは何グラムを今日は、うん、シンカーはですね、はい、まあ、よりちょっと手感を良くするためにおドロップシンカーですね、シンカー5グラムをチョイスしました。グラム、はい、で、重り下に針が1本で、うん、針が1本で、ね、8本中どこにかかるかとい う私にとってはもう楽しいウキウキしたようなミッションなんですけど当ててみせましょう、ぜひぜひ、はい、じゃあ行きます。はい、じゃあまずね、フリーにして仕掛けを棚まで落とします。今もう棚停止ちょっと先ほどねちょっとさせてもらったので、もうそこに止まるようにもう自動棚停止を持つ、はい、いいですね、これね。少しこう魚を寄せるためにちょっと穂先を上下なるほど少し誘います。じゃあ止めます。はい、おなんかちょっと違和感ありましたね。でもまこちさんまあ普段いろんなところでまあ釣りを、はい、おこれ何番目ですか？何番目についてますか？ね、まあ8本針。重りの上、重りの上、うん、じゃあ重りからすぐ重りの上ついてるから全然違う上、ちょっと見て上から2番目でした。惜しかったですね、逆から言えばミッションクリアだったんですけど本当ワカサギ釣りっていろんな釣り方あると思うんですよ。はい、そう、まあその状況によって かかりました。さあさあ何番目ですか？上下から2番目、下から2番目、重り下から2番目てる。あー、重りから1番目でした。もう一個ここに食ってくれれば当たってた。来ました、と来ました、一番上かな、一番 上電源は一番上、真ん中でした、真ん中でしたね。鈴木さん、いやでも楽しいですよこのミッションも。楽しいけどすごい難しい次の、ミッションはですね、渡辺さん、俺お願いしたいんですけども、じゃあ何がいいですか？これにしようかな。本当に？ちょっと、はい、おじゃん、あ、2点掛け。じゃあやります。ちょっと出てきましたんで渡辺さん、はい、点掛けの秘訣とか教えていただきたいなと思うんですけども。そうですね、はい、ちょっとカメラに向かって結構、今の時期はね、やっぱちょっと、うん、そんなに厚い群れは出てこないんですけど、はい、僕得意なのは結構厚い群れが出てくるような時、まあこのね、追い食い機能、うん、これを駆使して今回使用していただいているのが、またさらに進化したクリステア、ね、はい、ワカサギエア、軽くてね、すげえもう持ってる感じが、うん、しないしないぐらいだよね、本当ね、うん、でもちろんパワーありますから、もう打点掛けも10点とかも全然巻いてきますから。そうそうそう、簡単でしょ悪い先輩がね、ヤジ が、ね、がだいぶ、でここでね、ちょっと追い食いけて、お、いいですね、ちょっと1メートルぐらい薄いですけど、ローですね。そうです、そうです。これ今魚探2台使われてるじゃないですか。これやっぱ縦掛けとか、まあ、そう、やっぱちょっと遠くから入ってくる群れ、うん、こうちょっとこっち広域にして、はいはい、こっち足元にしてるんですけど、うん、その群れのね、うん、芯を捉えるっていう意味でね、はい、僕が必ず2台つけて、2台見ながら。そう、ちなみにちょっと餌付けも、この餌付けの速さはね、そうそう真似できないです。しっかり刺して、わかりますか皆さん、ほら、しっかり針先が出て、まあ、こんな感じですね。
でもちろんこの状態でもいいと思うんですけども、こっから、まあ、これをカットですね。カットですね。ピンと張っていただいて、すごいんですよね、一回揺れを止めていただいて、こう、ほら、これ、このカット、これなかなか真似できないと思うんですけど、ほら、もう切り終わっちゃいました。で、まあこの中に入れていただいて、はい、ハサミをね。で、まあたるませない、まあコツはたるませないことですね。9メーターから下、水深が 11.4 で9から下ぐらいで、お、巻き上げに入ってますよ。ほら、クリアー。ほら、早々にクリアしちゃったね、これね。本当ですね。次のミッションを、はい、とうとう私の番ですね。来ましたね、はい、おさん来ましたね、はい、うん、あっ、あー、やらせていただいた。こんな無茶ぶりないっすよ。今日使っているタックルを、はい、説明していただきたいなと思うんですけども、はい、電動リールは、はい、まあ、両方ともエアですね、うん、エアですね、はい、軽量、うん、高感度、はい、ハイパワー、うん、ノントラブル。そう、ね、で穂先は、こちらが、うん、AGS の、はい、まあ、リミテッドですね、はい、それの、今シーズンモデルの 4S ですね。 335 の 4S です。はい、でこちらが AGS の速攻310の、3S ですね。仕掛けはですね、まあ、刺さりが一番いい、うん、あのサクサスの速攻ショートの6本針、はい、いやー楽しみな企画ですよ、はい、さあさあさあ、これでもう久保田さんは何も見えませんよ。はい、じゃあクラッチを、はい、切っていただいて、はい、はい、落ちてます？落ちてます。落ちてますか？しっかり落ちてます。はい、はい、底反応ではありますよ。はい、おお、お、釣れてるかな？どうしました？釣れてるのかな？今左手の方、今巻き上げに入ってますよ。はい、ちょっと一回空振りかもしれないですけど、ちょっと、空振りですか？クリアです。え、クリア？マジで早いなぁ。ミッションクリアですよ。まあ、ブルブルってきたもんね、うん、でもう一回やらしてよ。さあ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 、あ、糸落ちてますか？糸は、はい、もう落ちてますよ、はい、こっち今ブルってきたな。あ、来た。お、え、縦になってるのかな。でもこれ今もう全然今、ね、感触で合わちゃったんで。素晴らしいですね、はい、まだ行きますか？はい、ちょっと外してもらっていいですか？外してもらっていいですか？もちろん、はい、ぼちぼち入ってます。ちょっと上ずっては入ってきてますけどね。なんかこっちついてるの魚めちゃめちゃブルブル伝わってくるんで。そこがいいんですよ。そこがね、目隠ししてるんですよね。ほら、でまたずれちゃってる。そうそう、はい、ちょっと外してもらっていいですか？ミッションクリアにしませんか？え、もうちょっとずらしてくださいよ。鈴木さん、まだミッションクリアできてないので、ぜひこれでクリアしていただこうかなと。どうですか、これ何匹かかっているか当てろ。やってあげましょう。本当ですか？はい、リベンジ。じゃあぜひリベンジで。リベンジ、もうこれ以上ないですか？これ以上ないです。え、これ以上ないです。さあ、鈴木さん、はい、リベンジミッションでございます。ありがとうございます。優しい。何匹かかっているか当てろ。当てろ。これはどうですか？多分いけると思う。いけますか？いけます。あ、多分じゃないな。いける。いける。またちょっと簡単にタックルを、はい、はい、説明していただきたいんですけど、はい、今回もね、これ、うん、新色です、うん、ワカサギ、クリステアワカサギ CRTR のプラスです、はい、キラ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 。じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあ何匹かかってるかですよね。そうですね、はい、何匹かかっているかです。はい、はい、おお、当たってる当たってる。よし、追い食いしちゃおう。おお、出た、スペシャル機能。追い食い機能。追い食い機能。追い食い機能。どのくらいまで追い食いで誘いをかけてきた方がいいですか？そうですね、俺だいたい2メーターぐらいまでは上げようかなというふうに思ってます。はい、そろそろ開けていいですか？いいですよ。いきます。2匹2匹2匹あ、1匹だった。魚のサイズがいいですからね。そうですね、ちょっと騙されちゃいました。いきますよ。はい、お願いします。そろ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 。おお、かかった。追い食いしちゃおうよ。おお、追い食い追い食い。おお、何匹かかっているか。どうぞ。1匹控えめですね。鈴木さん、ミッションクリアです。おめでとうございます。まあ、状況に合わせて釣るっていうのは大事ですね。
ですね、ボード的にはラスト、はい、皆さん見てください。制限時間内に5匹釣れと。なんかそれを得意な人になかったっけ。いましたね、なんかね。なんかちょっと今真面目に餌付けとか俺してる方がいるんですけど。はい、時間なんですけどね、はい、あの5分、5分、うん、はい、もうじゃあもう入れたのでいいの5分でスタートします。制限時間5分以内で5匹釣れと。はい、はい、あの5匹以上釣っていただいていいです。反応的にはそんなに今は出てないね。ないですね。これね、ちょっと風が吹いてるんでね、ええ、あのそうなんですよ。どうしてもこれはね、ドームの下にね、あのぶつかんないように。はい、1匹目、1匹目来ましたよ。2匹目、ね、私があんまり喋んない方が釣るんですよ。私が、まあ、喋っちゃうと、ほら、やる、ちょっとね、やるときやる男だからね。あ、もうまだ3分弱ありますから。3分ありますか。3分ありますか。言っても3分あるからね、石君ね。そうもう、すぐよ。まだすぐ。あとね、まだ2分30秒あります。そうそう、あとダブルでかけちゃえばね。3匹目です。そう、はい、3匹目そう、まあ、あと2分です、残り2分ですよ。これね、何にも当たんなくなったらね、丸イカみたいに、ま、こういう巻き落としみたいなのもね、結構僕はするんですけど、これやっぱね、リアクションで、うん、落としたリアクションで食ってくることもあるんでね、優しくね、優しく誘ってね、優しくね。1分切りました。1分切りました。おプン切りましたよ、ね、あ、ごめんなさい、こっちバレちゃった、うん、おー、ダブル、ね、これもうミッションクリアです。クリアですけど、続けてください。まだあと40秒ありますから。あ、本当？はい、お金名人のもう本気を出してバリバリ釣ってください。さあ、あと残り10秒です。鳥が多くなってきましたよ。おらやっぱ私が喋ってた方が当たりません。さあ、時間が来ました。これで巻き上げた数で、おー、お金の名人おめでとうございます。はい、まあ、もちろんミッションクリアでした。実はこのクリステアワカサギ電動リール、皆さんも気づきかもしれないんですけど、素晴らしい機能ついてるじゃないですか。名人誘い、島さんのなんかそのパターンを入れてあるっていうお話もあるんですけども、ちょっと名人誘いメインで釣っていただきたいなと思うんですよ。島さん、ラストミッションなんですけども、はい、名人誘いを、はい、フル活用して釣っていただきたいな。山中湖の釣りは割とこう、うんうん、オーバーアクション、結構大きく動かして、はい、なんかアピールすると魚が釣れるという印象が強くて、はい、まあそうなると、まあ名人誘いのね、うん、設定の中で、はい、とりあえず今1を使っていこうかなと思います。はい、そして、うん、その動かすストロークですよね、はい、そちらをまた設定できますから、うん、はい、それを50センチ上げて下げてを50センチ上げて下げて下げて、まず誘いの速度、ハイスピードにセットして、うん、あと重りはなるべく重いものを使うことによって、うん、竿のテンションを常に保ってますから、うん、上げてくるときにもうかかるというか引っかかっちゃうような感じ、はい、食ったワカサギがゴーンと、もう針が勝手に刺さってしまう、リールの巻き上げる速度と重りの重さで、はい、そうですね、かけちゃう、はい、そんなやり方でチャレンジしてみたいと思います。なるほど、はい、スタートします。はい、お願いします。では仕掛けをまず下ろしてね、まだ名人誘いね、はい、うん、設定してないので、はい、これ釣りたい棚まで落としたら、うん、はい、このボタンをダブル押し、ダブル押しね、で始まりました。始まった。うわ、もう当たってる、当たってる。これ今重り 10g なんで、お、結構重いですよね。重いですね。ここで振る、あ、今かかった、うん、おお、かかったねえ、もう竿の感度あっての名人誘いでもあるので、これが本当ね、うん、総合的にもうタックルバランスが取れた時に、うん、すごくもう超過につながっていく、なるほど、うん、
だから本当活性がいい時はねガンガンかかってくるんですけど、そうですね、今ちょっと時間的にこう食い込みが悪い、うん、はい、まあ、そういう時は自分でもしっかりね合わせてあげること、 そうですね、そこが重要ですね。今なんかね動きが、うわ、いやこれ素晴らしい、楽しいね、楽しいでしょ、うん、本当ね、うん、自分を超えちゃいましたね電動リールが。いやもうミッションクリアという形でいいですか、よろしいですかね、いいですか、はい、はい、ありがとうございます、いえいえありがとうございました、いろいろありがとうございました